その時計はレース展望です。この時間は9月9日金曜日、その近ナイターの展望を行います。解説は報知新聞の倉田正樹さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日木曜日は非常に盛りだくさんの内容で行われました、はい、まずヤングジョッキーズシリーズ、こちらは2戦行われまして、泉谷風磨騎手、それから川端海斗騎手、 JRA のジョッキーがそれぞれ優勝しました。まあ、特に川端騎手はね、JRA でもまだ優勝なかったジョッキー、はい、1着がなかったジョッキーで ね、ここで初勝利、嬉しそうでしたね。そうですね、まあ、JR 規定でカウントはされないんですけども、どうか勝ったというのはね、もう次につながるんでね、やっぱり勝ったという、経験を積んだというのは大きいと思います、未経験なものを一つ超えたんでね。はい、まあ、しかも前の厩舎でいた馬だったらしいんで、浜田厩舎ね、自分もね、ずっと調教つけてたなというところでね、そうですね、共に初勝利だったんでよかったですね。はい、そうですね、はい、そしてね、地元でいうと大山龍太郎騎手が2着に2度入って、これで ね、ポイントトップ立ちました。そうですね、ほぼもうこれでね、トライアルラウンドは通過できそうな雰囲気が出てきました ね、はい。逆に長尾タスク騎手が ね、ここでね、はい、もうレース終了なので、はい、残念ながら県外ということでね、終了ということになりそうですけども ね、はい。そして重賞レースはエコロクラージュ、そのダオタムトロフィー無敗で勝ってね。そうですね、本当に強かったですね、今後も非常に楽しみが広がってきましたね、はい、そうですね、遅れてきた大物、はい、ようやくこうやって軌道に乗ってきて、そうですね、どこまで強くなるか、夢は広がる一方ですね。そうですね、堀良平厩舎の勢いとともにという感じもいたします。さあ、では明日の展望です。明日全部で12レース行われます。11レースと10レース見ていきましょう。まずは11レースです。第15回園田ライオンズクラブ杯 A1 の 1230m 戦、10頭立てメンバーこうなっています。そして本命はここに入りました、5番のパールプレミアです。いや、まあ、もともとね、重賞ホースなんですけども、ここに来て6連勝と勢い乗ってますね。そうですね、本当にもう快進撃が止まらないという感じで、はい、もう前走もオープンでどこまでやれるかなと思ってたんですけども、まあ、花房相手にも完勝でしたんで ね、しかも54キロだったんで、これがね、ちょっと軽量とか言って言うんだったら、まあ話は別だったので、混合戦でという感じでもなく、はい、もう本当に力でねじ伏せた勝利だったので、十分オープンでも戦える、はい、ということを証明できたと思います。はい、まあ、今回は2走目ということで、うん、だいぶ自分のペースもつかめてきたでしょうし、はい、まあ、今回特に競りかけてくるような馬も見当たらないというか、まあ、あかりもいるんですけども、最近行けてないんでね、そういった意味で勢いで任せて、ここも主導権を取って一気に突っ走るんじゃないかと、そういうふうに見ました。はい、初めての1230というところはね、一つポイントになりそうですけども。そうですけど、まあ、伸びるよりかは短縮の方が、まあ、問題ないと思いますので、ここも大丈夫だと思います。はい、で対抗が8番のサトノグランに入りました。ちょっと最近はね、成績的にはまあ、交流戦使っていることもありますけどもね、はい、上向いてないんですけども。そうですね、まあ、前走の内容はまあ不満なんですけども、まあ、壺にはまればね、もう必ず伸びてくるというタイプなのでね、はい、そろそろ調教、まあ、も工夫しているということなので、変わってきてもいいんじゃないかな、そういう陣営 の執念が実るんじゃないかな、そういうふうに見て、ここ対抗にしました。はい、1230初めてというところも、ね、そうですね、いい方に向くんじゃないか、んじゃないかなと思ってます。そして3番ペリステライトは3着続きね、ともに前々走は重賞でしたし、前走はね、夏のレースでの3着、はい、構想続いてますけども。そうですね、もう8歳なんですけども、本当に充実してるというか、前走でも直線に向いてからの伸びが強烈だったのでね、ここも力つけてるなという感じなんで、はい、まあ雨降るよりか今の両馬場の方がこの馬には合ってると思いますんでね、うん、天気は心配なんですけども、馬場が乾いてくれば、まあ、ここも上位争いする力はあると思います。はい、で4番手が2番ドリューです。そうですね、まあ、転入後なかなか結果は出てないんですけどもね、だんだん内容的にはね、よくはなってると思うんですけどもね、前走も最後追い上げてきましたのでね、そろそろ変わってくるんじゃないかなというふうに、はい、まだ怖いのでね、そういうふうに印を入れました。中央オープン場ですからね。そうですね、はい、それから7番東京タウンホイザー、次の白三角です。はい、まあ、長期休養明けで、しかも JRA 交流戦ということで、ね、前走は度外視していいと思います。もともとは叩き旅客型ですし、はい、この、まあ、4走前というか、昨年10月にも、ね、この距離で勝ってますんでね、そういった意味では距離短縮も、プラスなので、叩き2走目の代わりに期待しています。はい、そして距離オールマイティに走る10番ユーキラフェール、はい、戦によって
続けて使っていきましたね。そうですね、まあ、距離はもう本当関係ないんですけど、この枠が一つの鍵だと思います、まあ、どちらかといえばあのお家で足を溜めて最後に一足使うという展開が理想なので、はい、そういった意味ではこの大外枠、いかにあの家に潜り込むか、まあ、またはあのいい位置取るかですけど、まあ姉妹はあの確実に伸びてきますんでね、はい、そういった意味では県内を握りますんじゃないかなと見て最後の印入れました。はい、まあ、ここは5番パールプレミアが逃げるか、あるいはアカリンが突っ張ったら2番手というそんなシーンも想定しますか。そうですね、はい、うん、まあ、でもちょっとアカリンがね一時期の勢い感じが感じないのでね、はい、やはりまあパールプレミアが行くんじゃないかなというふうに見てます。はい、はい、ではフォーカスです。ここ3連単5番のパールプレミア1着付け、2着のところは対抗クロサンク2頭ですね、8番サトノグランと3番ベリステライト、であとは印入れた馬たちに流すということで全部で8点外でまとめていただきました。発送時刻は7時55分第11競争です。では一つ前10レースコスモス賞 B1、B2 混合 1400m7 頭小頭数です。印こうなっています。3番のミストルティンに本命打たれました。中央からの転入馬が、ね、たくさんいる中でそのうちの1頭ですね、はい、そうですね、あの転入馬がなかなか強力なんですけど、ね、はい、ま、あのその深い砂に対応できるかというのが、まあ、まず鍵なんですけども、うん、あでもあの、まあ、本命につけたミストルティンというのはあの逃げて、結果も出してますんでね、そういった意味であのこういうあのバンバはでも十分スピード発揮してくれるんじゃないかなと見て、まあ、初戦からあの本命にしました。あの11レースも新しい厩舎に本命を打ったんですけども、はい、ここもあの新しい厩舎に期待し、うん、ということで、はい、10、11ともに本命を打ちました。はい、本当ね、旋風巻き起こしているエスポ RC の3区、はい、また入ってきたなという感じでね、はい、あのオーナーも野田さんですもんね。そうですね、はい、そして次2番のクリエイトザライフです。こちらはずっと、ね、安定感の走りをしている馬です。はい、あの前走はもう本当に逃げ馬が残ってしまったのでね、あの展開がやや向かなかったかなという気はします。はい、まあ、安定しては早い上がりを使ってますのでね、そういった意味ではあの、まあ、逃げるとミストルティンが逃げると見たんですけども、まあ、そこはもつれるようだったらあの楽しみはあるというか、まあ、そういうふうなきっちり伸びてくる印象がありますので、逆、まあ、対抗にしました。はい、それから4番のタスマンハイウェイです。こちら中央からの転入線の1頭です。こちらも JRA で、まあ、どちらかでも長距離で、まあ、軽快なスピードで、逃げてたり後位につけてますんでね、はい、この 1400m が鍵になると思うんですけども、まあ、スピード的には十分このクラスでも通用していと思いますんで、はい、侮れないなと思ってます。それから1番 D グランデに4番手評価です。はい、前走最後直線向いてからの伸びが悪くなかったんでね、少し調子戻ってきたかなというふうに、思いまして、白三角しました。はい、それから5番のアクイール最後の印5番手評価移籍戦です。はい、こちらはあの JRA の、まあ、転入馬の中ではどちらかといえば瞬発力で勝負するタイプなので、うん、まあ、どういう位置取りになるかわからないですけども、まあ、距離も結構融通効くと思いますんでね、そういった意味ではあの感激に乗って一発見舞うんじゃないかと、そういう怖さがあるので、うん、最後の印入れました。はい、はい、印は以上の5頭ということです。はい、ここは3番のミストルティンから狙いたいということです。まあ、お姉ちゃんがステラモナークでね、はい、同じくお父さんエスパルシチーですから、本当同じようなタイプ、ガンガン行くタイプなんでしょうね。はい、うん、明日もそういう展開予想しての本命ということですね。はい、そうですね。はい、ミストルティンから狙いたいということです。では印見ておきましょう。フォーカスですね、フォーカスは3番ミストルティン頭固定で、対抗黒三角のクリエイトザライフとタスマンハイウェイ2着付けで、3着のところ、そこに印入れた1番 D グランデと5番アクイロを加えて全部で6点買いということです。10レースコスモス賞スタート時刻は7時20分となっています。この後も重賞レースが続いていきます。来週の木曜日は西日本ダービーということでね、はい、でまあ、地元兵庫からは2頭で、もう他地区からも、ね、2頭ずつ、はい、やってきまして、全6畳の ×2 で12頭フルゲートが予想されています。6年ぶりの西日本ダービー楽しみです。そうですね、あの、うん、もう持ち回りでようやくまた戻ってきたなという、はい、そういった意味では本当に楽しみです。そうですね、ここまで解説、報知新聞の倉田正樹さんでした。どうもありがとうございました。どうも失礼します。